魔界星軍との同盟を模索する五芒星軍阿部の生命であったが、道山の娘葵をめぐって衝突、そこに真田重粒子の乱入もあり、再同盟は失敗に終わる。一方ウコンはフロイスによって倒されてしまう。そしてこの世のクライマックスは、才蔵を奪い返しに現れた前田刑事、鶴姫、安成とお市の方率いる黒魔術軍と冥界の使者との激戦である。刑事は禁じ手である火星岩の二道儀を貫通し、魂をかけてついに才蔵の呪いを解く。そして消滅を目の前にした刑事は冥界へ旅立つのであった。